面白そうだなと思ったし、ただ田中さんも知らなかったし、それからこういうプロジェクトが始まってどういう方向に向かうか全く分かんなかった。こういうなんていうの、場所を変えようという活動を始めた一人だったものですから、すごくその、なんか一生懸命やんなきゃいけないなっていう中でもってほわっとした彼女がいたんで、すごくこう、なもん で多少私も絵を描いてることがあったんで興味がすごくありました。でなんとなく、にやかにやってきたことがすごく思い出としてありますね。自分の商売やってる時に店に飾ってあったんですけど、仙台さんですかって何回か聞かれたんで、もうそういう年齢になっちゃったんだなっていう逆に、覚えがあったし、本当にいい記念に、自分とこの昔の戦前の発表を着て書いてもらったことがすごく良かったし、大事にしていきたいなと思いますね。こういう場所を変化させて、なんていうのかな、こう皆さんに見てもらうやり方としては本当にいい方向だと。最初はそのバザールをやった時にいろいろこういう形でやりたいということで言われた時にすごく反発を感じたんですけれど、だけど今になってみると自分個人的にも興味があることなので、どんなことやってんだろうなっていう、ただ私たちの世代とはだいぶ違うので結構分かんないことは多いんですけど、アートとしてはでも見てどっか共感を持てるとかあると、ああ面白いなっていうのとなって、興味はずっと持ってこられたので、この界隈の変化に協力してもらったことはすごく良かったと思いますし、それも今も続けて付き合いできるということはやっぱりずっと続けられるんじゃないかなっていうのを大事にしていきたいなっていうところですね。私もその時若く書いてねっていうこと一言言ったら本当に若作りだったので、もう出来上がった絵を見て驚きました。あまりの出来の良すぎたのでもうちょっと恥ずかしかったです。若い時の絵なのって、もう皆さんがもう何年か前の若い頃の絵だとばっかり思ってらしたのはもう恥ずかしかったですね。短期間のうちにすごい数を描くという作業が、この人のこう絵の力って、パワーをその時に描いてる時に何枚何人の人の絵を描くって、後で出来上がった他の人のを見るとやっぱりそのパワーが一枚一枚に出てるんで、この子はただものじゃないとその時思いました。初めの頃はスタッフも何をしていいかわからないから、その一生懸命、もうとにかく一生懸命っていう若いエネルギーをスタッフとアーティストさんにすごく感じました。もうがむしゃらにやってたっていう感じがとても感じましたね。
あの人を通して面白いこうアートの世界を教えてもらった。ただ絵を見るんではなくて、いろんな表現の仕方のアーティストさんとも出会い、それが彼女から受けたもう最高のプレゼントだったかな。書いていくうちにね、すごくね、こう、なんていうかな、彼女のルックスもそうなんですけど、こう、地域の人がね、温かくこう、迎えてくれるようになったんですね。で、それがあってですね、あ、もしかすると、こういう、その、新しい、こういう場所にね、新しいコミュニティをもう一回作ってくれる起爆剤になるんだな、というようなことは、すごくね、途中から感じましたね。まあ、実はこの町ね、2005年の1月に売買作戦でその売春宿すべて一掃してきたんですけど、その後2年ぐらいはですね、ゴーストタウンになってて、まあ、横浜市とか地元もこの町どうしたらいいのかっていうところが非常にその決められない時期だったんですね。でそうした中で一つ の, その家を、まあ、市が借りると。で借りるにあたっては何かできないだろうかっていうことで、その中区役所から私がいた創造都市事業本部にですね、まあ、相談に来て、それが最初のきっかけなんですよ。2008年に横浜トリエンナーレがあると。でそれに向けてこの町をまず、大きなイベントをやってですね、それでみんなに知ってもらおうということで、まあ、そのきっかけを最初に僕の方でこう立ち上げてですね、まあ、当時の事業本部長とか市長とか、関係の方々にみんな話しに行って説得してですね、でその、これをやり始めたんですね。ただその当時地元の人たちはですね、実は今まではね、そういうその、まあ、売春の街だったんだけど、今度はアートですかって少し首をかしげられた記憶があります。まあ、ただそれは、まあ、アーティストに対する偏見なんかも少しあったりして、それをこうなんていうかな、解消してくれたのが実は山野さんっていうですねディレクターだと思ってまして、アートってそんな難しいもんじゃなくて、生活と一緒にね、いろんなものができていくということを彼がすごくね、そのさまざまなことをやる中で実践して見せてくれたんでね、地元の人たちすごくそれで分かり始めて、今本当に一緒になってこの町を変えていこうというふうになってるんだと思います。ある意味では僕がこの町をアートの町にするっていうきっかけを作ってしまって、それでその福岡にいたその山野さんっていうディレクターに来ていただいて、その山野さんがこうさまざまな画家の方とか、アーティストを連れてきて、でここで動き始めて、ようやくこうそれが当たり前になってきたっていうふうな気持ちがありますね。それで私自身もその実はこういう街づくりっていうのを本当昔から目指してたんで、まあ横浜市を退職した後も自分でギャラリーを持とうというふうに思ったのも、この街ともっと一緒に綿密にこう関わり合って、それでその何らかの手伝いをしていきたいということで、まあ今でもこの場所にいるというのが、今の自分のスタンスなんですね。これは僕は後で考えたんですが、NPO の今、公園町エリアマネジメントセンターの事務局長をやってる山野さん、福岡ですよね。ということで、同じ出身なんですけれども、彼の企みがあったんじゃないかと思いましたね。というのは要するに山野さんっていうのは町とアートと要するにくっつけてその町の再生とかいろんな活力を作り出そうとした。そこのところにうまくハマってきたのが田中千里さんだったのかなと思いました。
まあ、つまり山野さん的な思考の中で彼女が格好の素材であったというように思いましたですね。そのことについて彼女が一生懸命下向きにやられたというふうに感じます。百数年目を書かれたと思うんですよ。でね、一枚一枚を作品化っていうよりも記録に残すというような形、そしてそのお店とのコンタクトっていうか、あの付き合いをすごく少し深めてまいるというようなことの中でですね、彼女が重要な役割をしたっていう形を、そんな感じをしました。売買作戦というのがご存知かどうかは分かりませんけれども、まあそれが10年経ちまして、今年の1月で10周年記念を盛大にやりました。売買作戦というのは要するに赤線追放ということでの、あの行政、警察、それからまあ地元っていうものがですね、皆さん力を合わせて今日まで来たんですけれども、それからの10年の今度のまた将来に向かっての10年が始まったわけですよね。それでまあ地域っていうのは我々も地元の住民としてですね、要するにそこの定着民族ですから動かない。で、要するにその動いて去っていく人たちっていうものがいっぱいいるわけですね。あの横浜市大の生徒さんたちも最初から協力していただいたし、もういろんなジャンルの方が協力していただいて、それで我々がそこのところに乗っかって、まあ、頑張っていくんですけれども、やっぱり地域って都市だんだん取ってきますので、そこの地のこう何ていうんですかね、新しい地を入れていくってことがなかなか大変なんだというふうに今は実感しているのは、先へつなげていくのにどうしたらいいのかっていうことを、まあ、通説にその、まあ、困難ではあるけれども、そこを乗り越えていかないと、せっかくの10年が無駄になってしまうなというふうに思っています。その町全体がですね、そのアートによるものっこしっていうのはなかなかありそうでなかなかできないことですから、まあ、ぜひともこれを機にしてですね、これからも、それと合わせて我々のような商業活動と合わせてですね、創業効果的にやれたらいいなというふうに思っていますので、ぜひともアート、それからアーティストの人たちにも頑張っていただきたいですね。よろしくお願いしたいなっていうのが率直な意見ですね。